はい、戸隠育ち農園です。今回ですね、ご紹介するのがうちで作るかぼちゃの種類、品種をちょっとご紹介したいと思います。まずですね、一つずつ簡単に、一般的なかぼちゃ、昔ながらという感じですね。栗エビスかぼちゃ、色濃く報告多いし、もう見た目も普通の、イメージされる方多い、かぼちゃですかね。外側緑の、中このオレンジというかですね、ホクホクするタイプ。これを4月、中旬ぐらい、今ぐらいにですね、種まきしてやるっていう感じです。で、これちょっと名前のところを切っちゃったんですけど、これ伯爵かぼちゃっていう、違い、特に分かりやすいのは見た目の皮の部分が白い伯爵のようなですね感じということで、伯爵かぼちゃとなってます。このかぼちゃはですね、ここにも書いてあるんですけど、貯蔵性が抜群、結構持つという、長く持つことがちょっと良くて、冬ですね、夏ぐらいに収穫はなるんですけど、冬とかまで、問題なく春とかですねまでいけちゃったりする、長く、貯蔵しときたい時にはこの品種がいいですね。これもいいはいいんですけど、基本は、年内かギリ年明けぐらいですかね、クリエベスとかだと。で、これ坊ちゃんっていうですねかぼちゃあるんですけれども、手のひらサイズ、手のひらに乗るですねサイズ。今までこの3つ、栗エビス、伯爵で坊ちゃんですね、この辺は、まだ流通しているというか、結構見るところ多いと思うんですけど、ちょっと変わり種、もうちょっと認知度は上がってきているので、変わり種というか、もう知ってるという方も多いとは思うんですけど、でも最近はですね、こういうかぼちゃは結構人気かもしれないです。バターナッツかぼちゃっていう、小型のひょうたんの形してます。だからぐーっとですね、普通のこのかぼちゃと比べてみると全然形が違います。昔ながらの丸い形と比べると、本当にひょうたん型、ちょっと真ん中がくぼむまではいかないけど、ちょっと途中まで細くて、下の方ですね、グッとなってるみたいな。これがバターナッツかぼちゃというですね、かぼちゃがあります。で、これ、そうですね、最近ちょっとずつ多分人気は上がってきてると思うんですが、意外とまだ、作られてる方は少ないので、ちょっと珍しい部類ですが、そうですね、それまでこう食べていたかぼちゃとの違い、こういった中ではやっぱり後からできているものなので、結構美味しいというか、その評判が、いいのはバターナッツかぼちゃ。もしかしたら、もちろんこれ昔ながらじゃないですけど、こういう見慣れたものがまだ人気ですけど、今後、味とかですね、そういった面で評価、かぼちゃはこういう味がいいんだって評価がこう高まってくれば、もしかしたらちょっとバターナッツは結構席巻してくるというか、他のかぼちゃたちに割り込んでくるんじゃないかというのが、こういうバターナッツかぼちゃだと思ってます。結構人気というか、名前ですね、どんどん有名になってると思います。でですね、これちょっと袋がないんですけど、字も間違ってますが、スクナカボチャというか、そういうスクナカボチャ研究会っていうのが、あるみたいで、そこだともう1キロ2000円くらいで販売されるようなカボチャと言われてます。で、基本的にはもうそこでしか作られていなくて、しかも F1 っていう、このかぼちゃって受粉させて実をつけさせるんですけど、実をつけた時は、受粉、もともとの木の種から出たものがそのまま収穫できるんですけど、その次の世代、
例えば少なかぼちゃって販売されているものを、買って、その種を取り出して、でそれをもう一回じゃあ少なかぼちゃ作ろうと思って植えたとして、ほぼ、ほぼというかもう同じのものは出ないように、その受粉の段階でですね、組み合わせでそういう風になってるっていうのがあるんですけれども、まあ、ちょっとその作業をまあされてるということで、まあ、種特産品を守るためですね、基本手に入らないんですけれども、一応ですね、他の種屋さん、ある種屋さんではですね、少なかぼちゃで種が売ってありまして、で、まあ、すぐ買ってみたという感じです。でこれでは昨年ですね、収穫自分で取ったものを、まあ、種取りして今、手元にあるという形ですね。でもちろんこれ作ってみないとちょっとですね、性質をちゃんと受け継いでるかちょっとわからないんですけれども、この少なかぼちゃは、まあ、知る人ぞ知る、かぼちゃというか、かぼちゃの中のもう王者っていう感じでいいと思います。まあ、甘さとかですね、糖度とかいろいろありますが、美味しさ、かぼちゃ自体の美味しさではもうナンバーワンだと思いますね。形はこう縦長、もうバターナッツかぼちゃよりも断然に縦長で、皮まで食べられるかぼちゃなんですけれども、ちゃんと追熟ですね、熟成させて出荷されたものは本当に1キロ2000円、すると言われてますし、まあ、高級かぼちゃと言われています。で昨年作ってですね、本当に美味しかったんですけれども、まあ、難点と言いますか、結構大きくこう1本ですね、大きいので収穫の数についてはちょっとまあ、期待はできないかなと。去年とかだと、まあ、ちょっと途中で木ももともとがダメになったのもあるんですけど、だいたい1株から2本取れたらすごいなぐらい、基本1株に1個ぐらいになってたので、ちょっと今年どうなのかなというのはあります。なのでちょっと大量に種は取ってはみたんですが、まあ、これが、使えるかどうかですね、ちょっと不安の部分はありますけれども、私の知り合いにですね、あるホテルの料理長をされている方いらっしゃるんですが、その方がですね、もう今まで食べたかぼちゃで一番うまいと言っていた品種はこの少なかぼちゃです。まあいろいろ言ってたんですけどね、クリエベスとか、まあ、こういう昔ながらのかぼちゃとか、まあ、バターナッツもうまいうまいっていう人多いけど、それでも一番おいしいのはこの少なかぼちゃだという話でしたね。でまあそういう料理長、まあ、調理ですねされてる方がそこまで言うなら、じゃあ作ってみるかということで探して、で普通にネットで売ってる部分、売ってるですね、種屋さんもありましたし、もっと言えばですね、なんかメルカリで売ってるのもあるんですけど、そういったところちょっと探して、まあ種を取り寄せてですね、昨年作ってみて、まあ美味しかったのでまたちょっと作ってみたいなという形です。まあ、なので一番まあ期待はしてるんですけれど、まあ、ちゃんと性質受け継がれているかちょっと不安でもあるんですね。そうですね、まあでも一つから、まあたくさん、一株からたくさん取りやすかったのはこのバターナッツかぼちゃ、こちらですね。これはどんどんつきまして、どんどん実がつきまして、結構一株から 3,4 個取れたりと、するぐらいたくさん取れて、まあ、病気になりや、なりづらいというか強くて、で美味しいっていう、農家にとっても、まあ食べれるお客さんにとっても、消費者の皆さんにとっても美味しいみたいな、それを兼ね備えてるのはちょっとバターナッツかなという感じがするので、あとはこれがちょっとずつこう認知されてくれば、まあ、もしかしたらこれかなり広まるんじゃないかとは思ってます。
ちなみにですね、かぼちゃっていうのが 3つ種類というか区別ですねできるんですけれども、日本かぼちゃ、西洋かぼちゃ、ペポかぼちゃって3つがあるんですね。で、まあ西洋かぼちゃっていうのはどれかっていうとこの中にあるんですけれども、それがクリエビスで、伯爵かぼちゃ、坊ちゃんで、スクナカボチャということで、この4つ実は、西洋カボチャなんです。昔ながらの感じというか、馴染みはあるこういうカボチャなんですけど、西洋カボチャ。じゃあバターナッツはっていうと、バターナッツは日本カボチャなんですね。日本に昔からあったかのような日本カボチャですが、まあ、全然原産地の差なだけで、あとは食感とかですね、その辺がちょっと違うんですけれども、この中だとバターナッツだけ日本カボチャです。で、それ以外もう一つありましたね、ペポカボチャっていうのがあるんですけど、それはまあズッキーニとかですね、そうめんカボチャって呼ばれる錦糸瓜とかそういうものになります。で、まあ原産地とかがちょっと違うのと、まあ原産地はちょっといろいろ言ってもって感じがするので、まあ味とかですね、そっちの方で言った方がいいかなって感じですね。基本的には日本かぼちゃの性質っていうのが、まあバターナッツなんですけど、粘質っていうか、こうねっとりしてる感じの食感で、西洋かぼちゃ、こういった西洋かぼちゃについては甘みが強くホクホク、まああんまりねっとりというよりはホクホク系です。まあクリエビスにもホクホク美味しい、伯爵にもホクホクかぼちゃと書いてあります。で、ボッチャももう見た目から同じです。で、確かに少なかぼちゃ食べてもねっとりというよりはホクホクでした。で、バターナッツはやっぱりねっとりしてたなっていうの、これは本当に味がやっぱり違うなって気がしますね。一般的にはですね、こちらの西洋かぼちゃたちは、まあ、揚げ物、まあ天ぷらですね、やっぱりとか、コロッケ、サラダ、スープとかですね。で、こういった日本かぼちゃについてはねっとりしてる感じから煮物とか、また天ぷらも本当に美味しいです。そうですね、実はあるお蕎麦屋さんでは結構バターナッツを出させてもらってて、そこはもう本当に、天ぷらですねの一つに入れさせてもらってるんですけど、そうですね、ホクホクというよりはやっぱりねっとり系の、まあやっぱりバターナッツっていう名前だけあって、なんかバターが入ってるかのような感じを受けるかもしれないですね。食感とか味の感じが全然入ってはないですけれども、そんな感じがする、かぼちゃたちです。こんな感じでですね、うちのかぼちゃ、まあ、今回本当は実はかなり絞ってまして、もともとは9種類ぐらい作ろうとしたんですけど、かぼちゃはやっぱり交雑、まあ、混ざっちゃう問題とかあったりですね、去年とかズッキーニとかぼちゃが混ざりまして、なんかすごいでかいズッキーニが取れてですね、食べれるもんじゃなかったんですけど、かぼちゃとズッキーニは分けてですね栽培した方がいいと思いました。まあ、こんな感じでですね、ちょっとかぼちゃこういうの作りますとか、新種ちょっとご紹介させていただきました。ご視聴いただきましてありがとうございました。